はい、どうもコミです。さて本日は TH コンプリータさんからお届けしてまいります。で、今日のテーマはですね、回廊といえばやっぱりこれということで、バルーンとクローンを、使ったですね、いわゆるスーパーノヴァと言われるこの編成に関してもう一回見直していきたいというふうに思います。何がこの戦術の強みかっていうと、何にせね、安定して星2が取れて、で、かつ全開まで行きやすい戦術っていうところ。で、これは、別に回廊に限ったことではないんですね。ドラゴンを使った戦術って割とこう突撃艦を使ってタウンホール落としていくっていう。これがタウンホール14における、上等パターンなんですけども、トルネードが怖かったりするじゃないですか。でもそれでも、クローンをね、こう重ねて道にしていくクローンロードみたいなのを作っていくことによって、手前で突撃艦が起こっちゃってもタウンホールまでバルーンを届けることができたりとか、そういう強みのある戦術になります。で、とはいえね、やっぱりこれを使うんだったら、Kさんが見せてくれてるのこんな感じの、これ回廊ですね。タウンホールが中心にあって周りに重視室がこう固まってるやつ、これに対して打っていくのが何せ強いんですね。で、これね、コツを掴んでしまうとほぼほぼ回廊に対してこれで落とせてしまうっていうね。100% ではないんですよ、そうは言っても。だけど、あんまり考えずにサクッといけてしまうっていうのがこの戦術のね、めちゃくちゃな強みです。で、今回に関してはもう対地クロスが4本ですね、回廊で。これ食い火とかやる場合にはきついのかもしれないけど、このノバやる上ではもう全然カモでしかないかな、この配置は。さすがに、はい。そこに対してもうきっちりね、選択肢として、バルーン、クローン、スーパーノヴァですね、これ打ち込んでいく計算の、選択っていうのはもうさすがですね。ババキンでカットを入れてから、ドラゴン出していますけども、これはもしかしたらね、逆でもいいかもしれないですね。ドラゴン先に出すことによって、キングとクイーンが終盤まで生き残りやすくなるっていうメリットがあるんですけども、タウンホールにまず突撃艦届けていって、先にもうクローン打っておきます。打っといて、レイジもかけて、もう起こった瞬間に一気に増えるようにする。でね、これ意外とね、エアスイーパーほっといた方がいいパターンもあったりするんですね。今見てもらって分かったと思うんですけども、増えたバルーンがエア水であっちこっちにこう吹き飛ばされることによって、クローンの輪の中にこう自然にこう入っていくんですね、ヒューヒューヒューって。で、いい感じにばらけたのが分かったかと思います。こんな感じでばらけさせてくれるんで、あえてエアスイーパーがあることによって、タウンホールに対して、ある程度、その奥側でね、突撃艦にトームかけれる場合、手前でかけちゃって、トルネードに引っかかっちゃうっていうのはもうね、やっちゃった場合はもう最悪ですね。ドンマイっていうしかないんですけども。ある程度奥側でちゃんとトームがかけられて、突撃艦がタウンホールまで届くよっていう場合には、もう、無視しちゃってもいいかもしれないですね、安いパワー。で、今回 K さん、クローンをこういう風にかけてました、こういう風に。これ正解ですね。タウンホールの真上に1個かけるのが僕は結構好きです。そうしないと、まず、突撃艦ってタウンホールに落ちるんで、増える起点が作れないっていうところですね。プラス、間違ってもタウンホール残しちゃうともう終わりなので、確実にクローン1枚でタウンホールを落とすっていうのがまずね、個人的にはいいかなと思ってます。で、さらにそこの、この丸1で増えたバルーンが、丸2、こっち側ですね。こっちに、乗っかっていってさらに増えていく、クローンがクローンを生む感じですね、ポンポンポンって。で、それで、この縦のラインこの辺を全部潰すことができて、で潰し終えたバルーンが見えにくいな、ここね、潰すことができて、潰し終えたバルーンが横に移動していく、こんな感じ、こういう風に移動していって、で結果的にこの枠全部を潰していくみたいな、そのようなパターンですね、イメージで考えてもらえたらと思います。はい、いやー、うまいですね。ちょっとね、触れなかったですけど、これね、個人的にはここ、ここのね、ドラゴンライダーの仕事もすごかったと思う。これは全部対地のクロスボウなんで、ここさえ壊しちゃえば、ドラゴンライダーがもう、右へ左へ、西へ東へですね、もう縦横無尽に防衛外周部分壊していってくれちゃうんで、そういうところね、やっぱ弱点の見極めがうまいなっていう気がしますね、計算。はい、ではですね、ちょっとここから先、比較対象の動画何本か見ていきたいんで、関西クラクラクラブの方に移っていきたいと思います。
はい、こちらですね、まあ、比較対象というかもう一本成功例のノバを見てもらおうと思ってます。これね、クローン4枚にするのが最近ゼロさんの流行りで、もうさっきのケイさんみたいに序盤そのコウモリライダーとかで削りを入れるんじゃなくて、もうドバッとドラゴン出しちゃって感じですね。出しちゃってで、幅広い面で一気にドラゴンを押していきながら突撃艦にトームで奥深くに入れるんで、もうギリギリでトームかけますね。で、もうエアスイーパーに吹かれても何のその気にしません。はい、こんな感じで一気にクローンかけていって、エアス、なんだっけ、トルネードにかかっているけども、こんな感じ次々にドラゴン、あ、バルーンが次の、クローン、次のクローンでこうかかっていって、順番順番にポン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 って吹いてるの分かりますかね。これはね、綺麗なノバだった。本当に綺麗だった。でこれができちゃってるもんだから、完全に、中央部分の防衛がくり抜かれてるんですよね。でこれだけのユニットが外周部分に流れてるわけですよ。こうなっちゃったらもうさすがにこれは止めようがないですね。どうしようもない。投石もこれもう1個残ってますけども、さすがにロイちゃんも能力残していて、クイーンも能力残していて、もうドラゴンとドラゴンライダーもうおでんもいる、もうって感じもうユニットが多すぎてさすがに止めようのないレベルになっちゃうので、こういう風にやっぱり回廊系の配置の場合、特にある程度そのなんていうのかな、中央部分ですよね。絵に描いてみると、ファンホールのある、まあ、この辺に重要火力がみんな密集してるんで、そこに今回だったらこんな感じ、1,2,3,4 みたいな感じ、こんな感じで、バルーンを落としていくと、こいつらがまあ一深く向こう側って感じかな、までこう届いてくれるんで、こんな風に全部大体この辺潰してくれるんですね。こんな感じでもう最後は圧倒的なドラゴンの数残して全開と。これもうまぐれと言われるレベルではないですね。これほど使いこなしちゃうと。で、ちょっとね、今日本戦だったんで、まあ、勝手に僕日本戦の場合って動画撮んないようにしてるんですけども、今やっている日本クランとのクラン対戦でも、ゼロさんこれで星6でしたね。圧倒的でした。はい、で、もうですね、一本はこれ。ただ、ね、どんな村でもこれで取れるかって言ったら、まあ、そうでもないですね。ゼロさんこの編成相当慣れていてうまいんですけども、そのゼロさんでもこういう村はダメっていうことです。でこういう村っていうのはその特徴がやっぱりあって、タウンホールの周りに重要火力がないんですね。重要火力がない。で重要火力って何かっていうと、まあ、シンプルに言うと投石機、クロスボウ、イーグル砲、対空砲、対空は違うわ、インフェルノか、これこの辺今バッテンつけてるこの辺っていうのが重要火力なんですけど、さっきの、回路だったらここにタンホールがあったわけですよ。だけど今回こっちにあるんで、すごいね、ノバをね当ててもね、バリュー取りにくいんですね。序盤ドラゴンたちがこういう風に投石機とかにね短期でこうぶつかっていかざるを得ない。で呪文に関してもクローン4枚積んでるんで、これはやっぱりね 1,2,3,4 って打ってくんだけど、タウンホールがね、起動してないのこれ。あ、起動したか。起動して、で、バルーンが落としていきましたけども、広がっていって壊したのってやっぱこの辺なんですよね。っていうと何があるかっていうと、まあ、インフェルノ1本プラス、クロス2本プラスタウンホール。これに、呪文の枠数、12、14枠か。クローン4枚プラスレジを使っていっちゃうと、さすがに、コストに対してのリターンがないので、少ないので、最終的に、他の施設が、呪文の恩恵受けれなかったドラゴンで壊しきれないという現象が起こっちゃうってところですね。まあ、おそらく重要艦流し戦では、ゼロさんこれはやんないと思いますけどね、多分。今回、まあ、練習がてら、野良戦なんでやったんだろうなと思ったんで、まあ、それを、こちらもね、いい参考例として、こう、動画撮らせてもらったんですけども、まあ、その辺はでも注意が必要ですね。どんな村にでもこれをやればいいってわけでもなくて、まあ、当然、狙いとしては、この辺、こういう風にこう打ってましたけども、打つことによって、ここが壊せるので、出したドラゴンが、こういうルートを通ってくれる。こういう風に行ってくれるっていう期待ができるんですね。で、キングとクイーン、こっちからこう回して、これ、キングクイーンを。
こんな風にルートの制限ができるんですよ。この部分が壊せるからっていうところを狙ったのだと思うんですけども、序盤にここのゾーン、相手のキングがいてとか、まあ、クロスボウがあってイーグルがあっ て高火力のゾーンでドラゴンが捕まっちゃって、やっぱり、ね、最後まで伸びきれなかったというところですね。まあ、これが、あるので、まあやる場合には少しクローンの数を減らしてドラゴンたちにかける、まあ、本体にかける呪文を増やすとか、まあ、あとは、もう一本はですね、これかな、こんな感じで、花火にしちゃうってのも手ですね。はい、バルーンクローンの、まあ、ノバと花火の何が一番大きな違いかっていう と、 バルーンクローンにしちゃった場合ってバルーン速攻で落ちるんですね。仕事を始めてから終えるまで、まあ、多分5秒間ぐらいかな、10秒は多分ないと思うかな、まあ、それぐらいの時間しか場にいないわけですよ。一瞬バーンって出て一瞬でサーッと消えていくのがこのバルーンクローンなんですけど、一方で花火をした場合どうなるかっていうと、ちょっと見ていてほしいんですが、クローンしたガーゴイルが結構生き残るんですね。こんな感じ。まあ簡単にプラン言うとここですね。キングとクイーンでカットしていって、ある程度面を狭めて、広すぎず狭すぎずの面からドラゴンを出していって、で突撃艦をタンホールに当てていって、ここで花火をクラッシュという感じですね。クラッシュしていってレイジにインビジクローンって感じで、で今後重ねかけていくんですけども、タンホールを壊して相手のキングも倒していきますので、ほらこんな感じ。このクランジョの真上にいるガーゴイルがまだ生き残ってるじゃないですか。でこいつらがさらにこう、真ん中ドラゴンライターとして、ね、こう仕事をしていくんですね。こうやってほらほら相手のアチャックに対してもターゲットを取って、ほらスーパーガーゴイルが相手のアチャックに倒してくるんです。こうやってこういうことですよね。こういうこと、こういうこと、こういうこと。で、こういう仕事ができるのがスーパーガーゴイルなんですよ。なんで花火がいいんですけども、まあ、一方で、ここに超高火力が密集していた場合、インビジが解けた瞬間に、ガーゴイル全部落ちますので、そういう場合には、もう思い切って、バルーンクローンでガーンと潰しちゃった方がいいっていう場合もありますね。なので、タンホール周りの火力の、その厚み、によってどちらを使うかっていうところを使い分けていくっていうのも、まあ基本的に考えたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人的には汎用性が高いのは、まあ僕は花火な気がするけどな。どっちか選ぶんだったらね、これプラスもう突撃艦に、バルーンとドラゴンライダーぶち込んじゃってレイジフリーズでタンホールだけを壊すとかいう方法もあったりするし、あとはまあクローン1枚使ってタンホール周りをちょこっとこう壊すみたいなパターンもあるし、まあいろいろあるので、まあ一概にこの2つだけで語るのはまあ不十分ではあるんですけども、まあ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 、よく見る形でお手軽な編成っていう観点でいくんであれば、今みたいなノバをやるのか、それともこのマウミさんがやっている花火を使っていくのかっていう点、まあ2点の、まあ、2つの選択っていうのは、ね、タンホール周りにどれだけ重要な防衛が密集しているかっていうところで考えていいんじゃないかなというふうに思います。密集していなくてもある程度広がっていてもいいからあるっていう時には本当花火強いですね。これクロスボウがあって、投石もあって、でロイちゃんもいて、クランジョーもあって、でタンホールがある。でこれタンホールを中心にこっちにいっぱいある場合、ここね、こういうところにいっぱいある場合はもうノバなんですよ。バルーンクローンで、間違いなんですけども、タンホールを起点にして手前側とか、まあ、手前側かな、主に、にこうあったりする場合っていうのは、少し手前側でここでね、クラッシュして、このクラッシュしたポイントを中心に花火で削っていく。わかりますね、言ってみる。要はその、クラッシュし、突撃艦をクラッシュさせた、ポイントを中心に、削りたい施設があるのか、それともタンホールを中心に削りたい防衛があるのか、どっちなのかって話なんですよ。これが、すごいキーポイントですね。はい、タンホールの周辺だけにある場合にはもうバルーンクローンだし、ノバだし、手前側とかね、に少しその中心がずれる場合には離れっていう風に使い分ける。まあ、こんなところですかね。個人的にこの2つがまあ使えると割とドラゴン編成、自由度が効くと思うので、ぜひね、参考にしてもらえたらという風に思います。
はい、というところでですね、本日は、タウンホール14における、バルーンクローン通称スーパーノヴァ、これを見ていきました。あの S 塩さんということが開発している戦術で、で、どれくらい前かな、2ヶ月ぐらい前、3ヶ月ぐらい前かな、あのその S 塩さんご本人とね、この、スーパーノヴァがどうなのかっていう検証をした、動画もね、僕のチャンネルの、アーカイブ残ってますので、まあ、よろしければそちらも合わせて、ご覧いただけるとより理解してもらえるかなというふうに思います。というところでですね、本日の動画を終わりにしたというふうに思いますけども、私のチャンネルこんな感じでクラン対戦の買い付けの動画中心にやっております。で、タウンホール14だけではなくて13、12も幅広く扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。